チバチバチバー。ワニ肉スバル食べたことある？なんかね、テーマパークで食べたワニ肉美味しかったな。普通にね、なんか美味しくてパクパク食べてた。あ、そうそう、鶏、ちょっと硬い鶏肉みたいな。あとスバル、あれ食べに行きたいんだけど、ジビエ、ジビエ料理、ワニの肉が食べれるらしい。ワニの肉って美味しいらしい。でもちょっとああいうところ一人で行く勇気がないね。ワニ食べてみたい。あ、トア連れてこ、そうしよう、トア来てくれそう。トア天才、トアは絶対来てくれる、誘う。ちょ、今誘うわ。トア一緒にジビエ食べに行かんっつって。トア一緒にワニの肉、落ち着いたら食べに行かん。よし、これにしますかね。もしみんなが体験するなら、これね、みんな迷うと思うわ。 If you want to do with Hololive member、スバルの地獄企画 VS ハーチャマクッキングこれはどっちが耐えられるか、どっちが耐えられるかっていう話ね。スバルヘル、こうするか。スバルヘルプライニング VS ハーチャマクッキング。まあ両方ね、いろんな意味で命がかかってる。まあスバルの地獄企画はマジでメンタルが死ぬ可能性があるし、ハーチャマクッキングもなんかいろんな意味で覚悟が必要じゃん。はい、これね、どっちを体験してみたいか。いや、これはね、まあスバルの立場だったら、スバルは一回ハーチャマクッキング体験してみたい。もうスバルはさ、なんか地獄に慣れちまってるからさ、慣れちまってるから何とも思わねえんだ。え、ミオシャの作詞とか、なんかみんな共感性羞恥心がやばいみたいなこと言ってたけど、スバルの歌詞見て、スバルマジであれが最強にいいと思ってたから、マジでやっぱりハーチャマクッキングってハーチャマにしか耐えられんものなのかもしれん。がぜん興味が出てきた。ハーチャマクッキングってハーチャマにしかできないから、やっぱ見たくなるよな。いや、めっちゃわかるわそれ。なんかハーチャマクッキング中毒性あるんだよな、マジで。ということで、みんなが耐えられるのは、スバルの地獄企画ということで、やはりハーチャマクッキングはハーチャマただ一人唯一のね、唯一の企画だということが分かりました。スバルさ、まださ、ハーチャマクッキング体験してないのね。マジで気になった。このハーチャマクッキングにご招待されてわ。え、メルメルクッキングもやばい。メルメルクッキング、ちょっと待って。え、メル先輩ってもしかしてクッキングやばいの？やばいよ。メル先輩もやばめ。メルちゃんもやばかった。なかなかの腕前。ちょっとめっちゃけ。でも確かに、メル先輩なんかたまに配信、なんか切り抜きで見るけど、何があってこうなったんだみたいなね、画面になってることが多いから、いや気になるな、メルメルクッキング。はい、では続いてです。はい、 Thank you for watching. Please subscribe and push good button. Thank you for watching always.